あ、こんにちはあれ君って家に洗濯機なかったっけあそっか壊れちゃったんだそれは災難だったね私私はいつもコインランドリーだよ洗濯機欲しいなぁとは思いつつ買わないままずるずる時間が経っちゃってっていうかこんな夜中に来たの君のやつしか動いてないじゃん もしかしてやすかしな民か睡眠は大事なんだからちゃんと寝ないといや違うよ私はこんな夜中でも来ないといけない理由があったのえっとたぶんこの洗濯機使ってたと思うんだけどあれないなえー、うそどっかで落としてきちゃったかなぱっと見床にも落ちてないし 何, <laughs> 何だろうなこれ私ちょっとこれが何かわからないかもいくら君と私の仲とはいえ得体の知らないものを受け取るわけにはいかないなねえ、えこの布、え <laughs> あ、あえええ 黒のパンツかどれどれお、これは私のだよかった探してたんだよ君が拾っててくれたんだねありがとう <laughs> ごめんって意地悪して悪かったよだって君がすごくうぶな反応するからさからかいたくなっちゃったな。いやいやすっごく可愛かったよ 私が来た途端顔真っ赤にしてああ私のパンツ拾ったんだなってすぐに分かっちゃったさすがに意地悪すぎたかなちょっと反省するとしよう1ミリくらいねえどう思った私のパンツ見てえ <laughs> 何も思わないわけなくないだって女の子のパンツだよ 男の子の君だったらあんなこととかこんなこととか想像しちゃうんじゃないそっか思わなかったかよいしょっとねえ本当に私の黒いパンツ見て何も思わなかったの近い <laughs> そうかな仕方なくない椅子がこういうふうに並べられてるんだから大丈夫こんな夜中だよ他の人が来るわけないでしょそれに見られたとしても何か問題あるところかまずイチャイチャするカップルとして振る舞えばそれでよくない <laughs> 君は本当に可愛いねそうかな私は全然そうは思わないけどでも君の感覚ではこれくらいで密着なんだね私の周りではこれくらい普通だよまあ女の子の友達との距離ではあるけど さすがに男の人相手にこの距離はやらないけどね男ってすぐ勘違いするからめんどくさいことになったら嫌だしただね女の子と接するときと今って明確に違うことがあるんだなんだと思う <laughs> 本当は気づいてるくせにじゃあいいよ教えてあげる。 私普段からこんな薄着なわけじゃないよ最近はあったかくなってきたからねパジャマも薄いやつで良くなってきてこんな肌の感触が伝わるような服で友達に密着したことはないかな <laughs> 意識しちゃった伝わるでしょ女の子特有の感触この感触 君しか知らないんだよあ君の洗濯物終わったみたいそれじゃ今日はここでお別れかななんて <laughs> そんなつもりないことくらい君にも分かってるでしょそれに君も収まらないだろうしねえ 君が拾ってくれた黒のパンツ、私の勝負下着なんだよね。つけてるところ、見たい。<laughs> 素直だね。そういうところ、本当に可愛いそれじゃ私の家、おいであ。洗濯物は自分の家に置いてきな。私は先に帰って、このパンツ履いて待ってるから。 あんまり待たせちゃダメだよ。それじゃあ、また後で。